てこの後は大須価格調査隊、食卓に上る食材の気になる価格を大須の街で定点調査。月曜日は果物の価格を調査します。お知らせの後お伝えします。今日は大須三丁目にある浅中商店で果物の値段を調査します。果物の調査に来たんですが、まず気になったのがこちら、はい、本当に立派なタケノコですよね、はい、石川さん、はい、こちらではこうしたちょっといいものを扱っているそうですね。そうですね、飲食のお客様は結構いらして、飲食店の、うん、そうですね、大将が直接、今日もこちら京都が朝届いて、はい、はい、こうやっていいものが並んでますね、はい、そして果物もちょっといいものが並ぶということで、果物好きの方がたくさんいらっしゃるということなんですが、はい、ありがとうございます。では先週と比べて値段はどうなったのかご覧ください。こうなってます。ではまずいちごからいきましょうか、はい、1パック590円で先週から比べると90円安くなってますね。そうですね、もういよいよ終盤でちょっともう値段は安定して、このまま多分上がりもせず下がりもせず、だいたいこんな感じでもういくかなって感じです。5月いっぱいくらいまでですかね。そうですね、はい、ちょっと気温が上がったので、もしかしたら早く、終わってしまうかもって感じです。そうですか、はい、一方出始めなのがこちらです。マンゴー、はい、これが一玉2380円ということですから、先週に比べて200円安くなってますね。はい、はい、そうですね、多少出荷量も増えたっていうのもあるんですけど、うんうん、だんだん表面安くなってから、まだまだちょっとお値段の方はこれ以上なかなか下がるの難しいと思うんですが。そうですか、はい、うん、少しずつ、はい、はい、最近知られるようになってきたのがミニマンゴーですね。そうですね、こちらが2980円、初入荷ということですが。そうです、これは本日初入荷で、はい、これもちょっと珍しいマンゴーで、皮をむいて丸ごと食べれるよっていう感じでおすすめのマンゴーになりますね、はい、はい、これから値段の方、今は1パック2980円ですが、そうですね、下がっていくんですかね、うん、まだちょっとお値段この高いんですけど、そうですね、うん、1ヶ月ぐらいはこのままいくと思うんですけど、1500円ぐらいまで下がると思います、うん、あ、そうですか、はい、まあ、普通のマンゴーよりもより食べやすいと。そうなんです、ぜひぜひまたそんな頃に召し上がってください、うん、はい、はい、そしてこちら一玉4300円、スイカですが、スイカがですね、まだやっぱりちょっとお値段が高く、そしてまだこのまま値段が下がらないと思うんですけど、はい、ちょっとこうやってカットさせていただいて、はい、お求めやすくはい、やらさせていただくので、はい、味もいいので、うん、おすすめになってきます、はい、カットしたのが6分の1サイズで780円、はい、やっぱりカットしてもスイカは大きい方が美味しいと。そうですね、できれば大きいのおすすめですね。こういう小玉スイカももちろん美味しいですけど、はい、はい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。浅中商店から果物の値段調査しました。ありがとうございます。